アイザイア・アラ・シャドは、アメリカ合衆国テネシー州チャタヌーガ出身のラッパー、歌手、ソングライター、音楽プロデューサー。2012年のスモーカー、エスクラブツアーに参加したことをきっかけにブレイクし、翌年トップドッグエンターテインメントと契約。2014年に EP、シビルデモが、評論家から評価され、ベイビルボード200で40位を記録。 XXL 氏のフレッシーマンクラス選出される。2016年には、デビューアルバム、ザ・サンズ・チラデをリリース、全米17位を記録した。1991年5月16日、アイザイア・ラッシャド・マクレーンは、テネシー州チャタヌーガで生まれる。アイザイアは主に美容師の母に育てられる。父親は3歳の頃に蒸発。小さい頃に聴いていたのは、 トゥーショートやスカーフェイスといったものであった。アイザイアの夢は説教師であったが、アウトキャストのエイティエリオンズを中学生の時に聞き、考えを変えた。10年生の頃にラップを始める。ステージに立つアイザイア・ラシャドウ2012年、ジューシー・ J ジョーイ・バダス、スモーク、ディーザなどが参加するスモーカー、エスクラブツアーに出演したことをきっかけに知名度を上げる。 2013年3月には、カリフォルニア州ロサンゼルスカーソンにベースを置く、トップドックエンターテインメントと契約を結ぶ。2014年1月28日に、EP 版である、シビルデモをリリース。この EP は評論家から賞賛を受け、アメリカのビルボード200で40位を記録する。この賞賛を受け、XXL 氏のフレッシュマンクラスの2014年度に選出される。 2016年9月2日には、デビューアルバムである、ザ・サンズ・チラデをリリース。このアルバムは、ビルボードを200で17位を記録する。ライブでのアイザイ・アラ・シャドアイザイ・アラ・シャドは、JZ、ナズ、スヌープ・ドッグ、アウト・キャスト、ノー・リミット・レコード、キャッシュ・マネー・レコード、エリ・カバドゥ、フージーズ、KRS1、UGK、R ・ケリー、スリー・ロック・マフィア、カニエ・ウェスト、ブーツィー、 コリンズ、ジョージ・クリントン、ジェームズ・ブラウン、スモーキー・ロビンソン、ゴリラズなどを聞き育つ。主に、アウトキャストのビッグボーイ、スカーフェイス、JZ を最大の影響として挙げる。その後の XXL でのインタビューでは、アウトキャスト、エリカ・バル、ナールズ、バークレイ、スクール・ボーイ・ Q、T ・ I、リル・ウェインを挙げている。ライブでのアイザイア・アラシャド・アイザイア・アラシャドには、 長年のガールフレンドとの間に2013年に生まれた息子がいる。2015年には別の女性との間にも子供がいると発覚した。ザサンズチラでのプロモーション中、ザナックスやアルコールの依存症になり、シルビアデモやザサンズチラでの制作中はうつ病に苦しんでいたことを明らかにする。バイス社のインタビューでは、19歳の頃には自殺傾向があったと明かしている。 主なアルバムとミックステープ、ありがとうございます。